お手門学院大学は大阪府茨城市西安委二丁目一番15号に本部を置く日本の私立大学である。1966年に設置された。大学の略称は、追大読みは大手門であるが、部外者からは誤っておっても、んと即音、を入れて故障されることも多い。高島智之助によって1888年に、 創設された大阪開校者付属小学校に橋を発する。その後大阪開校者学院、大阪開校学園、大手前学園を経て1947年秋に、お手門学院に改称し、1966年の大学開設に至る。現在では、六学部八学科4研究科を有する人文社会科学系の総合大学にまで発展した。独立事業。 社会優位の精神の寛容を教育理念として掲げている。オッテモン学院大学は、オッテモン学院創立80周年記念事業の一つとして大学開設が計画された。1964年10月、第3代オッテモン学院学院長に天野敏武が就任し、1966年4月に学部四学科に専攻のオッテモン学院大学が創立された。 茨城愛キャンパス、大阪府茨城市西安井2丁目1番15号を掃除時、キャンパス同士を大田東芝町1番1号独立行政法人日本、学生支援機構奨学金や諸団体の奨学金を取り扱うほか、独自の対与性奨学金や5種類の給付制、奨学金制度を設けている。2007年6月8日に大学に通う在日インド人学生が、 神戸市の自宅のマンションからいじめを苦に飛び降り自殺をした。詳細は、オッテモン学院大学いじめ自殺事件を参照。2018年11月6日に、オッテモン学院大学ソルジャーズの社会学部4年生の、首相と経営学部4年生の学生2人が大麻、取締法違反容疑で、近畿厚生局麻薬取締部に逮捕された。2人は、 友人同士で6日昼頃に自宅で一緒にいたところを現行犯逮捕された。11月8日には大学内の物質が家宅捜索された。大学による部員41人への聞き取りに対し、13人が大麻をやっていると聞いた、法に触れることをしていると知っていたと答え、大学は大麻汚染の実態調査を進めることを発表した。 アメリカンフットボール部は6日から活動を停止。元首相は大麻1 2ムを所持した罪に問われ、検察側は懲役10ヶ月を求刑。裁判で元首相は基礎内容を全面的に認めて、部活の首相という立場で誰にも頼れないストレスがあったなどと述べた。2019年1月30日、大阪地裁は、 大麻との親和性は認められるが反省しているし報道などで社会的制裁を受けているとして被告に懲役10ヶ月執行猶予3年を言い渡した被告は去年12月に退学処分となった詳細はオッテモン学院大学ソルジャーズを参照2016年に実施したキャリア研修で外部の講師が受講者に向けて あなたはいらないなどと厳しく退職を進め、あなたのような腐ったみかんをおってもんの中に置いておくわけにはいかない。まだ少しは可能性があって頑張ろうとしているみかんも腐ってしまうと不適切発言をした。受講者によると、研修後、少なくとも数人が退職や休職をし、研修後も講師や学院幹部に数回呼ばれ、退職勧告書を渡された人もいたという。法人は、 ホームページ上で発言が不適切だったことを認め、外部講師を委託した会社に改善を申し入れたとしている。ありがとうございます。